皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪ウォッチバスターズ鉄器軍のカード合計41枚の結果見ていきたいと思います。まず1枚目ガチンコゾーノーマル、この両手のポーズはなんだ。2枚目いきます。じゃん、コマさん、これはウエスタンな格好してるね、かっこいい、ノーマルカードです。3枚目、じゃん、闇鏡、これもノーマルですね。ちなみに今回レジェンドが花坂 G とプラチナ鬼の2種です。4枚目、じゃん。はい、来ました、こちら。スペシャルレアカードですね。ダークコマ。こちらはですね、豪鉄器に有効なカードです。ダメージが超アップ。ダークコマ、かわいいね。必殺技がダークファントムランブです。ちなみに、スペシャルレアカードは裏面にパスワードがあります。こちらを妖怪ウォッチ3で入力すると、バスターズトレジャーで豪鉄器とバトルできます。パスワードは動画の最後に載しときますね。5枚目こちら、カゲロウシ、これもノーマルカード。今回劇場版のカードとかも収録されてます。こちら、KK ブラザーズですね。これは荷台かな？トラックかなんかの荷台に乗ってるっぽいですね。コーンを食べてらっしゃる。これはコーン畑にいるんだね、KK ブラザーズ。かわいい。続いてこちら、サンタクロウシ。クリスマスの時期によく出てきそうなサンタクロウシですね。必殺技、サンタクプレゼントです。ノーマルカード。7枚目、こちら、モレゾー。これは何？噴水かな？すごい出てるのか、なんか浴びてるのかよくわかんないですけど、必殺技、もじもじビンタ、ノーマルカードです。続いてこちら、ネガティブーン。ネガティブなオーラ出てますね。ノーマルカードです。続いて、じゃん、バニーミント出ました。スペシャルレアカード。これも豪鉄器最終形態がプリントされてますね。必殺技、切り札はハートのエースです。これも裏面見てみると、パスワードがここね、載ってます。後でこれ表示させておきますね。次は、カゲロウ。月夜に輝くカゲロウですね。カゲロウの舞っていう必殺技。続いて、こちら。ロボニャン F 型。これがですね、劇場版のカードになります。これ、ロボニャン F 型も、後ろの背景もかなりリアルですね。ここには映画のフィルムが。ここには、ムービーって書かれてます。次のカード、こちら。台無し。なんか、微笑ましいね。ノーマルカードです。そして次のカード、ドン。ジョローグモ。これはゴールドレアですね。桃色ドトン、ドトンの必殺技です。すっげえかっけえ。続いてこちら。じゃん。ニャンキシ。続いてこちら。デンジンサンダーですね。必殺技。なんか CG のイラストめっちゃかっこいい。ノーマルカードです。続いて、じゃん。ネガティブーンもこれで2枚目。次のカード、ザン。メラメライオン。これも CG のイラストかっこいいね。ノーマルカードです。続いて、こちら。カゲロウシ、ノーマルカードです。続いて、こちら。オオヤモリ。これはゴールドレアのカードですね。そして、続いて、こちら。ロクロックビ。頭を手で持っているぞ。なんか怖いんだけど、これ。続いて、こちら。闇キュービですね。これも映画のカードです。ムービーって書いてて、これ、闇キュービの必殺技、終わりの始まりのイラストですね。CG イラストかなりリアル。次のカードで23枚目、じゃん！トムニャンのカード、ノーマルカードです。何のポーズ？これ野球とかじゃないよね。続いてこちら。あ、すごい、スカイシャリマン出ましたね。スシーのリーダー。シャリバーンが必殺技です。で、そしてここには豪鉄器最終形態。これも裏面見てみると、パスワードが載ってます。オロチさんもなんか言ってる。奴がつけているあのマントには何か特別な能力が秘められていそうだ。だね。はい。次のカード、こちら。ハラワシェルのノーマルカード。これ500円玉とかですね。相手にお金を払わせるってことかな。続いてこちら。コンタンアイドルですね。地下アイドルみたい。続いてこちら。村正シルバーレアカード。雰囲気出てんね。かっこいいね。殺し屋みたいな感じで出てんね。続いてこちら。ジバニャン。これもウエスタンな格好してるね。ノーマルカード。ここにも書いてるけど、ウキウキルックなんだね。次のカードこちら。読み天狗。いいね。これもなんか月バックにいいね。じゃじゃん。イエーイ、ノーマルカードです。そしてこちら。ガチンコゾウ。これ、もしかして3枚目とかかな。続いていきます。じゃじゃん。はい、出ました。プラチナ鬼のレジェンドカード。すごい。鉄器軍6段まで、今まで1回もレジェンド出たことないんですけど、鉄器軍7段にして初のレジェンドゲットです。花坂 G とプラチナ鬼2種類収録されてるんですけど、メリケンレジェンドプラチナ鬼ゲットです。すごい輝いてるぞ。裏面見てみると、こんな感じですね。
これは特にパスワードないんだよね。バスターズ単勝、単位ナンバー52。次のカードいきます。おつぼね様、ノーマルカード。じゃじゃん、66首、頭持ってるやつ。これダブってるな。KK ブラザーズもダブってる。あ、え？ KK ブラザーズ違うバージョン。KK ブラザーズの違うバージョン。これどこ？駅かな？駅でどっか行こうとしてるのかな？へぇ、珍しいこれ。次行きます。じゃーん。バニーミント。これさっきあったよね。スペシャルレアカード。まさかのダブリ。次行きます。コンタン、アイドル妖怪ですね。ノーマルカード。サンタクロースもダブリ。イエーイもダブリ。そしてラスト。光オロチのムービーのカードです。かっこいいっすね。正義の光。ということで、今回の結果見てみると、スペシャルレアカードが合計4枚ですね。そして、レジェンドもカードね、1枚ゲットできました。結構いい結果だったね、今回。はい、ということで、以上今回は、妖怪ウォッチバスターズ敵軍のカード合計41枚の結果でした。バイバイ。